まあね、選挙、東京都知事選挙っていうのは本当にね、こう皆さんがいろいろ参加してほしいんですね。だからこういう企画をしてるということです。選挙に立候補できなくても、ポスター掲示上にポスターが貼れるってめちゃくちゃ面白いでしょ。で、そこで、いろんな有権者の主張をしていただければいいんです。それは今言ったように、ワンちゃんのね、ペットの保険を作ってくれとか、飲食店に関して次にね、またコロナのようなものがあった時には、どういう形で規制をかける補助金をどうしていくとか、そういったことをちょこっと書いておいてもらえばいいんです。もちろん、書いておくというか、そういう意思があれば全然構わないです。まあ、ざっくりだから、ポスターに関してほぼ制限がないと思ってください。他人の悪口を言わない、卑猥なものを出さない、で、お店に来てくれとか、商品買ってくれっていうものじゃなければ全然 OK です。だから、マーダーミステリー等とかですね、チューナーレステレビ等とか、そういうのは全然構わないです。自分はこういう商品、お商売をしてますまでもセーフだし、ブログや YouTube への、を誘導するですね、QR コードを貼っても構いませんので。ぜひね、これね、たった1万円なので、自分をアピールする、自己アピールする場としては僕最高だと思いますね。特に、まあ、売れていない YouTuber の方は、面白いと思いますよ。だって30枚、これぐらいのサイズ30枚貼るとですね、ちょっと見えないですけど、この壁一面ぐらいにはわっと来るわけですよね。そら、自分の顔を、アップの顔を30枚ずらーっと貼るとかするとですね、特に綺麗な女性などはです、それを撮った、また写真をインスタグラムなんかにアップして、映えるっていうのが出てくるでしょうし、もちろん写真と名前だけじゃなくて、文字を書いても構いません。一箇所だけこれぐらいの大きさで書いてもあまり見てくれないんですが、30枚貼ればね、自分の政治的な主張を満たしたい場合は、それをいっぱい書くのも全然構いません。拉致被害者を返してもらう方法はこういうのがあります。ぜひ、東京都知事にはこうしてほしいとかね。そういうようなことをいっぱい文字で書くことも構いません。マーダーミステリーの遊び方とかを書くのも構いません。マーダーミステリーを広めることによって東京都の経済を活性化させるでつながりますから。政治というのはほぼほぼ全てのものにつながりますので、何らかのそれはこじつけで全然構いません。ということで、具体的な申し込み方法や入金方法についてはこれから追ってですね、また YouTube なりをしてですね、出していきますけども、とにかくこういうことですね、一箇所のポスター掲示上に30枚ポスターを貼っていただいて、その権利を1万円の寄付という形で政治党にです、政治団体か、NHK から国民を守る党に1万円の寄付をしていただいた方に、一箇所ポスター掲示上の権利をお渡しすると。もちろん、10万円で10箇所くださいという方は全然 OK です。その、ある特定の地域が欲しい人もいると思うんですよね。このいわゆる八王子のね、この辺でお商売してるので、この辺に僕の顔とかうちの妻の顔をいっぱい貼りたいとか、そのお商売が前提はダメなんですよ。お商売を広げようって前提はダメなんですけど、この辺で僕はすごく自分の顔を売り込みたいから、ここで自分がここの地元の求人の人に広めたい。まあね、地元でこうなんか買いなんか家電の回収してる人とかなかなかいけると思いますけどね。もういろんな仕事があると思いますけど、まあまあそのローカルですごく目立ちたいっていう人にはこのポスター非常に有効になると思います。まあまあこれね、法律の内側でとにかく選挙を盛り上げていこうという一つの一環です。でもそもそもこんなポスター掲示を1万4000箇所もですね貼るのやめた方がいいと思います。僕はもうネットでやればいいんですよ、自分の考えなんて。いちいち紙にポスターがいてですね、これ1万4000箇所も貼ろうとすることが古すぎるんですが、まあ、ポスター掲示上なんてやめてしまえというアンチテーゼでもあります。で、30人出す理由としては、東京都知事選挙では大きく3つの広告媒体、いわゆる宣伝媒体が、いわゆる選挙運動がついてきます。1つは政見放送です。NHK で6分かける2本、再放送を入れて2本。で、1人ですね。で、民放で6分というのがついてきます。で、それ以外に NHK のラジオというのもありますね。ただそういう意味では放送というのがあります。で、東京都かほぼ全部に配られるこれぐらいのサイズの新聞、選挙広報というのがあります。あと、有料の選挙、まあ、有料というか、まあ、そういうのもあります。有料というか、まあ、お金をね、選管が出してくれる、これぐらいのサイズのものもあります。
で、それ以外にですね、このポスター掲示場っていうのがありますから、ポスターと、まあ、放送と新聞という、この3つの媒体で、皆さんの主張ができる、まあ、皆さん、候補者の主張ができます。で、そのうちのポスター掲示場は、立候補しない人がですね、30枚貼る。前回、ホリエモン新党というのを作って、ホリエモンの顔を3枚ポンポンポンと貼ったんですね。で、ホリエモンがさも立候補してるかに思ってる人もいる、思って間違った人もいるようなんですが、立候補してない人の顔を30枚貼るのは構いません。立候補すると、その自分が立候補した場所の1箇所しか貼れないんですけど、あえて立候補しないことによって、ポスター掲示場をですね、1箇所30枚ドーンと貼れば、これ目立つこと間違いありませんので、前回ね、ホリエモン新党で3人でやりましたが、今回は30人でやっていきたいと思っています。もちろんね、これ全部売り切れにならない可能性は高いので、この1万4000箇所。空いてるところはですね、NHK にお金を払わない方法などをしっかり貼っていってですね、裁判ね、負けた場合は NHK とか全額負担しますよ、みたいな、等の周知をしていきます。あとは、もちろん、マーダーミステリーのゲームの説明であったりとか、その他のですね、あと、チューナレステレビのですね、特性とかね、チューナレステレビを買えば NHK のお金払わなくていいとか、まあ、いろんな、これ全部で14000×30なので、42万枚貼れるわけですよ。だから、そこら辺は、ですね、こちらもこれからアイデアを出していってやりますけども、ぜひ皆さんの方ではですね、一箇所1万円のご寄付をいただいた方に、ポスター30枚貼れるように、させていただきますので、今のうちからちょっと考えておいていただければありがたいと思います。